有限会社深川屋は、三重県亀山市の旧東海道の関宿で、江戸時代から貸し、関の戸を製造販売している和菓子の老舗。寛永年間に初代、服部保リタにより創業。やがて、東海道を通行する多くの大名に、関の戸の味が評判となり、買い求められるようになる。 1830年には、広角上皇から、お室御所の御用達貸し子を仰せつかり、道の下大城の官位を賜る。深川屋の建物は、旧東海道の宿場町として、有名な三十県亀山市の関宿に残る、江戸時代からの伝統的な建築物である。漆喰を塗り込めた土壁に、虫かご窓がある二階建て大来林の家屋で、 源氏社に二つ竹の家門を施した細工瓦が広い、間口の上を覆っている。二階中央にある、い看板には、京都側から見ると漢字で、観の戸と書かれ、江戸側から見るとひらがなで、関の戸と書かれており、東海道を行き来する旅人がひらがなを見て歩けば、上り方面漢字を見て歩けば、下りと東西方向を確認するための目印ともなっていた。深川屋の店内には、 小室御所御用所関のと、はっとりのく大城と書かれた外箱と、そのうちに収められたらでの菓子箱、石関所面の前掛け付きがもなどが展示されている。関のと関のとは、寛永年間より作り続けられている餅菓子で、赤あずきのこしあんを白い牛皮皮で包み、阿わのは三本をまぶしたその姿は、鈴鹿峠の峰に降り積もる雪をモチーフに、考案されたと伝えられている。 また、開業以来一種類しか存在していなかった関の戸で、あるが2014年8月2日からは、お茶の鉱石の戸という伊勢茶風味の製品も販売が開始された。これは、地元亀山市の伊勢茶を用いたもので、三重フードイノベーション事業の一環で開発、製造された製品である。ありがとうございます。